ラニエリアは、長万類恐竜の属であり、この名は、元気採者である19世紀のアメリカの古生物学者、オスニエル・チャールズ・マーシュにちなんで命名されたものである。ラニエリア・レックスという名は1977年に、ピーター・ガルトンにより、マーシュが、ナナソリス・レックスと呼んでいた種に対して名付けられたもので、ある。現在は、 オスニエロサウルスとされている化石を除くと、この属は疑わしく、禁煙種に基づいた一般的なことしか記述できない。比較的小さな恐竜であり、体長1.5から2メートル、体重10キログラム程度で、短い前足、長い後足を持つ軽快な二足歩行の草食動物であった。全く証拠はないが、この属の恐竜は、小説ジュラシックパークにおいて、 昨日彫り恐竜シースとして登場した。オスニエリアとされた化石は、ワイオミング州、ユタ州、コロラド州のジュラ気候機オックスフォード機中トン機のモリソン類層の岩石から発見された。しかし2007年、ガルトンの手でモリソンの長板類が再検討され、明確な化石は UPM1875 とおそらく関連する体の骨の欠片のみであるとされた。 ガルトンはこの大腿骨は、表調的ではなく、オスニエリアは疑わしいなどと結論し、二つの骨格を、親族オスニエロサウルスとした。この判断が広く、学会に受け入れられるかは見守られなければならないが、この種の分類学上の決定には、先例があると、ラゴスクスの問題。ガルトンの論文では、オスニエリアの最初のタイプ標本と、二つの 部分骨格のみが明確にオスニエリアとして扱われ、この論文に登場する他の標本については、指定を避けた。除外された標本には、アータル博物館の通称、バーバラと呼ばれるほぼ完全な標本や、一つのほぼ完全な化学骨が含まれる。ガルトンは、オスニエリアを、ノメンデュビームとみなし、他の標本を、オスニエリアとすることはできないと考えている。 カスリン・ブリルとケネスカ・カペンターは、コロラド州、ガーデン・パークにある、モリソン・ルイソー層で発見された、ラニエリア・レックスとみられる、長脚類の様体を報告している。この標本は、大きさが小さく、神経と毛の違法が見られず、長い骨は、海面上かつ不完全な形態であることから、未成熟な個体と推定される。現在は、DMNH21716 として、 収蔵されている。骨格は、小豆色の砂岩の5つのブロックの中に、包含されていた。もしこの標本が、本当にオーレックスのものであるならば、基地の生態の標本の1、3の大きさである。しかし、オスにエリアの卵や容体は知られておらず、年代は特定できなかった。ありがとうございます。